ようやく決心してくれましたか、劉備殿。あまりに俺を待たせるので首でも締めてやろうかと思いましたよ。俺は拾ってもらった恩をあなたに返さなくてはならない。益州を必ず劉備殿のものにしましょう。益州の都を生徒まではまず面築を通るよ。洛城に入ったら諸葛亮に援軍を頼んで戦力を整えようか。少しずつだけれど最後の力が近くなってきている気がする。やはり最後の力は益州にあるみたいね。となるとあいつも。いや、今は目の前の戦に集中しよう。まずは洛城を抑えようかね。おのれ劉備め、何が人徳だ。同族の劉将殿を攻め追って洛城には行かせぬぞ。生徒を落とすには劉備殿はもちろん宝刀殿にも倒れられては困ります。恩を売るつもりで二人を待民たちが望む。救援するためここに参上。益州に争いをもたらす劉備を倒っ。ああ、あれが天水の麒麟寺ですか。随分頭が切れるらしいですよ。何
何、援軍ならこっちも呼んであれよ。天水の麒麟寺にも負けないぐらい。呼んでくださって嬉しいです。二日者ですがよろしくお願い。おお、あれは雲長の娘か。兄弟の子と共に戦うことができるのは。砦の防備が手薄なのは気になるね。敵さん、何？懸念が当たったわね。こういう場面は慌てたら負けよ。冷静。待ち伏せ。でも負けられない。
出が落とされただと？この。敵の本拠が近いとはいえ、援軍。ここを抜かれては都合が悪い。消えてもらおうか。先ほどの借りを返してやる。弓兵部隊、攻撃を仕掛けよう。随分と高いところに敵さんがいるね。あそこから攻められたら撃つ手がないよ。そうそう、お待たせしました。お約束していた慶州からの援軍も。すまないね、諸葛亮。さあ、これで劉備殿の国を手に入れる準備が。あなたが天水の麒麟寺ですか。その大器、僻地の援軍で終わらせるには惜しいですね。我、この人、天下に名高い画僚、諸葛亮。私の才を認めてくれるのはありがたいが。
やれやれ、ちょいと足にゃ。私は諦めない。脅威、あなたの戦い方は見事です。ですが、その治癒を振るって守るべき国は駅州の民、疲弊しきってる。何でもお見通しの天才軍師はキリンジの心も。な、何、脅威が寝返っただと。城は目と鼻の先だよ。その先には劉備殿の新しい国が待ってる。
信じる者のため、超
ずい、完全に敵の車線に取ら、
ここはって敵もなかなかしつこい。これほど守りを固くしているとは思い。やれやれ、ちょいと考え直さないとね。諸葛亮の援軍がもうすぐ来るって。力が近くにある。
けど、この嫌な雰囲気。嫌な雰囲気？敵が何か罠を仕掛けているのか。わからない。多分最後の力なのだと思うけど。シャークもそこにいるだろうか。さてと、生徒をいただいちまうかね。飛んで火にいる夏の虫とは貴様のこと。思ってたより敵さんの数が多いね。せっかく援軍が来ても。たとえ同族うちのそしりを受けようと。ここでは土の力が有効に働きそうだわ。けれ城なし劉備軍め、我らの守りに手も足も出まい。奴らを城に。宝刀殿、宝刀殿。
遅れ申した。これよりは我ら兄弟。敵が調子に乗ってるな。それでこそ慶州より雲長と欲徳が来たか。これほど心強い援軍はない。いざ共に戦い我らの国を。勝負どころ。まだこれほどの変。侵略者ども、まだ俺たちも。おお、領主から馬頭の一族が来たか。これでは行くしかないか。だが俺はこれ式で終わりは。やっぱり奇襲。
て。旅参上。よーし、行こうか。今の俺たち。あの暑苦しい二人組のおか…劉備も私は苦しむ民を救うべくここまで来た。
ここが勝負どころ。バカ、我らは確かに益州を侵略する悪だろう。だが何、貴様らも正義を称すのか。ならば若、まあ若がそう言うならいいか。馬長、劉備、長い戦いの中で多くのものを失ったんだ。ついに我らは子流、お前たちならばきっとここまで来られると思っていたよ。その玉はやはり最後の一個はこの益州にあったよ。先に入り込んで見つけさせてもらった。そして俺はこいつであなたを倒す。
待て！なぜお前と戦わなければならない？理由は何？突然いなくなったと思えばどうして？話している暇はないんだ。もうその時はすぐそこまで来ている。シリュウ、どいてくれ。くっ、お前に一体何があったというのだ？彼が持つ最後の力、あれは大地。ここまでの間にいるはずもない人の像が動いていたのはこの力のせいだったのね。俺自身が手を下さずに進めばそれが一番良かったけど、シリュウは像に倒されるほど弱く。理由を話せ！なぜお前が私たちを襲うのだ？ようやく使えるべき主と国を持ったお前を苦しめたくないんだ。シリュウ、そこをどいてくれ！シリュウ、理由は聞かずにレイカさんの力をこちらによこしてくれ。でないとお前を倒さなきゃならない。待て！一体何があったのだ？取り付く島がないか。彼の持つ最後の力は金。人間を模した偶像を生成できる力。一対一だと油断せず気をつけて。一人で叶う相手じゃないよな。金の力で自分の偶像を作り出したわね。可否で曹操が呂布を倒した時、
力の危険性に気づくべきだったんだ。危険を重々承知して、お前は麗華殿のために力を集めようと奔走していたではないか。呂布も曹操も力を使わなければ勝てぬほど抜山凱成の勢いがあった。だからこそ我々人間が持つのではなく、麗華殿へ返すことが最善なのではないか。紫龍は気づいていたのか。彼女の成長を、力を取り戻していく中で、麗華さんは定山で出会った時とは別人になっていった。別人？確かに麗華殿は多くの人間に出会う中で、破れてしまうのか。子供の頃からずっと一緒だったんだ。空想なんて、紫龍ならすぐ見破れるよな。趙雲が偶像を見破ることも想定の範囲内だと思うの。彼は勝てるかどうかじゃない。俺は勝つんだ。金の力を最大限引き出して、呼べる限りの偶像をここへ呼び寄せ。こんな死に物狂いの来賓初めてよ。それに偶像を大勢呼び寄せられては、勝つのも
シアーク、一体お前は何を。これで5つ、ようやく。これは、ようやく帰れる、そう思った瞬間だった。黒い、熱い、痛い霧が私の中から出てきて、気が遠くなる。そこから先のことはよく覚えていない。私の中が私ではないものに満たされていく。徐々に嫌な感覚が蘇ってくる。これは奴だ。力と引き換えで倒したはずなのに、なぜここにいるの。今奴に対抗できるだけの力を持った者はこの世界にいない。ごめんなさい、人の希望を、志をダメにしてしまう。必死に叫んでも霧に声はかき消されていく。三人で始めた旅が今終わりの時を迎えようとしていた。感謝するぞ、ジャのシリュ。力を集めるだけでなく、そやつまで始末してくれるとはな。何を言っている、正気に戻れ。私は正気だ。久々の実践、まずはお前から血祭りにあげてやろう。ここは我々は龍将を倒し生徒にいたはずだが、私が作り上げた私の世界、まずはあの親子を作り出してみるか。お前たちもよ、志、どこに。それを果たせなかった恨みは。孫賢殿、孫策殿、志を果たせなかった申し訳。恨みに支配された心はそれを晴らすまで容易に折れることはない。何が起こっているのだ、本当に。南側には敵の兵器が展開しているか。
そのまま進むのは。一筋縄ではいかないか。これ以上敵が増えては対処が厳しくなる。何？南が。
まだ復活の宴は盛り上がらぬ。敵援軍2箇所とも門は閉じてやったわ。これ
抜かすな偽物めが。お主の企みはわしらが潰してやったわ。Thank you.
兵器は止まったな。Thank you.
なんとか敵を退けたが、偽物とはいえ孫権殿と孫作殿の姿をした者を